揃いだ。お揃い。こんばんは、大和伊織です。よろしくお願いします。お願いします。大和伊織と学ぶ耳後編、樋口ゼミ特別講義。よーよー、樋口先生、樋口先生、あれどうも、椎武雄です。趣味は小さな散歩です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。先生どうしたんですか。先生すげえ画面だな。かわいいそんなことってあるんだ。あ、皆さん、あのスーパースクショタイムですよ、今ね。お願いします。スーパースクショタイム。あ、変わった。変わりました。お揃いになった。お揃いすごい。皆さん、あのスーパースクショタイム2です。お揃いだ。お揃い。完全新規、耳にまつわる超難問スペシャル。イエーイ。ちょっとこの絵ご覧いただいてね。はい、こちらになりますが、これさっきの耳の絵です。耳の絵ですけれども、耳の働きって音を聞くためだけじゃないんですよ。はい、うん、なんかするのって知りません？耳の働き。知らない。うん、耳はね、バランス、頭の回転とか、そういう頭の回転をこう検出するセンサーが備わってるんですよ。センサーが備わってる。そうなんですよ。どこがその、例えば目が、あのジェットコースターに乗った時に、例えばこうね、目回ったりする、どこがこうぐるぐるってすると思います？あー、なるほど。その、あのカタツムリみたいな、くるくるした子がの先端がぐにょんぐにょんぐにょん。あー、なるほどね。いや、実はですね、それをやってるのがこっちの方なんですよ。わっ、あ、そっち。ぐるぐるはね、後で出てきますけど、音のセンサー、で、こっち側の方がそのバランスとかね、回転とかやってる。なんか聞いたことないですか、名前として。なんだ、三半規管。あ、三半規管、三半規管って言いますよね。あるより弱いですよ。 ありますね。あるあるある。さて、そこで難問なんですが、三半規管、このループ3つありますよね。だから三半規管なんですが、なぜ三半規管は3つあるんでしょうか。なるほど。あの、なんか三半規管が弱いと、その酔っちゃうとかって聞いたことがあるので、あの、なんだろう、3個だから1個は目から来る情報に使う子たちと、あと、なんだろう、もう目と、あと重力を感じる子と、なんだろう、匂いかなとかを、それぞれ3個の子たちが察知してるんじゃないかなって思いました。この3つあるループの理由は、空間が XYZ って3軸あるでしょ。3次元だから、私たちが住んでる世界は。3次元なんですか。3次元、あ、そうか、2次元の世界になったらダメか。失敗した。そういうことか。そういうことか。こちら二次元なので。じゃあ、大和伊織は二半期間しかないのか。あ、なるほどなるほど。二半期間ですね。あ、二半期間。そうなんですよ。あのね、このね、伊藤さんとかね、はい、あの、僕らみたいなのは、
立体の世界に住んでるから、そうなんだ、3次元ですよね、うん、X 軸方向、Y 軸方向、Z 軸方向のその揺れを検出しないと立体的にそのどういうふうになってるのかっていうのはこうでき、判断できないわけですよ、感じ取れないわけですよね。確かに確かに。ですから3つの軸に対応する1つずつのセンサーが備わってる、うん、年を取ると耳が遠くなりやすいのはどうして？わあ、うん、おー、なるほど。あ、4個もある。今度は4択問題にしました。あ、ちょっと難しいですよ、難易度上げましたよ、うんうん、A、 耳の穴が深くなっちゃうから、うん、うん、B、 細胞が劣化しちゃう。あ、うん、感覚細胞が劣化しちゃうからね、うんうん、C、 いや、さっきの鼓膜が薄くなっちゃうからだよ。あ、うん、あ、 D、 いや、そんなことない、年取ったらなんか 耳毛が濃くなるよね。ああ、だから耳毛が濃すぎてちょっと音が聞こえなくなってんじゃないかなっていう。あ、 ABCD どれでしょう。さあ、イオリン、どう思います？なんか耳毛が濃くなって聞こえないだったら、うん、ちょっと可愛いなって思いますし、耳毛を剃ったら、うん、おばあちゃんとか、はっきり聞こえるってなんかハッとなって楽しいのかなって思った希望を込めて D、 D で行きたいと思います。D で行く？もし D だったら、有料おじいちゃんおばあちゃんの耳毛を剃ってあげます。なるほど。うん、心温まるエピソードですわ、それそれが本当に真実だったらね。はい、はい、真実だったらそうします、はい、正解は B、うん、おー、 B なんですよ。だから 40何%、 3% ですかね。わー、さすがですね、すごいですね、皆さんね。すごいです。細胞が劣化する、うん、まあ、感覚細胞、これ音を感じる感覚細胞がどこにいるかってことなんですけども、うんうんうん、こちらの絵で紹介しますと、さっき言ったこの渦巻きになってるところですよね、はい、この渦巻きのところに毛の生えた細胞がいるんですよ。そうなの？で、その毛は耳毛じゃなくて細胞に毛が生えてるんですね、はい、だから細胞がちょっとこうあると、そこにこう、こう1個の細胞がこうあるとすると、その細胞の先端にこんな風に小さい毛が生えてんですよ。で、それがこう、この渦巻きのこっちからぐる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 ってこういるんですね、うん、で、さっきの音の振動が空気の振動、そして骨の振動になって、この中のリンパ液を振動させる。そのリンパ液の振動をこの毛が揺れて検出するわけなんだけども、その毛をが劣化してしまうと、音を聞き取れなくなってしまう、そういうことがあるんですね、ちなみにね、年を取ると聞き取りにくくなるのは高い音か低い音かってご存知ですか？あ、あれ、うん、モスキート音。あ、よく知ってますね。そうなんですよ、あれキーンっていう音じゃないですか、はい、ね、高い音が聞き取りにくくなっちゃうんですよ。わ、そうなんだ。で、この渦巻きのね、この渦巻きの入り口のあたり、こう渦巻きの入り口のあたり、ちょうどその音の振動が入ってくる入り口のあたりが、高い音を感じるための毛の生えた細胞がいるんですけど、その部分っていうのは、まあ、絶えずこう振動が入ってくるのとともに、その高い音っていうのは高周波ですから、うんうん、振動が細かいんですよね。だから同じ時間帯にわーって細かく振動するもんですから、余計ダメージ受けやすいってこと。そうなんだ、うん、ってことなんで、高い音から徐々に聞こえなくなっていくから、モスキート音っていうね、高周波の音から徐々にっていう、そういうことになるわけなんですね。そうだ、おじいちゃんおばあちゃんに話すときは、うん、低めの声で喋った方がいいんですか？そうです、まさにその通り、ゆっくりと低い音で喋った方が、はい、まあ、聞き取りやすくなるだろうということは考えられますよね。すごい、毛が生えてる細胞の名前って何て言うんですか？はい、キーワードですけども、有毛細胞っていう。キーワードは有毛細胞です。
有毛細胞。生で先生に聞いてみよう。よいしょ。あのお風呂とか入って お耳に水入っちゃって、うん、トン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 ってやっても出てこない時あるんですけど、はい、うんうん、あれあの水どこに行っちゃってるんですか。あ、どうしたら取れますか。あの耳の中の水ですね。そうそうそう、で、あれほっといたらなんかあの、ちっちゃい頃外耳炎になっちゃったことがあったりして、あ、なかなか出にくかったんですね。にくかった、あのこれ今あの簡単にしてますからまっすぐ書いてるんですけど、ちょっとこう曲がってんですよね。あ、そうなんだ、ですのでちょっと奥の方がっていうのは、でそれがおそらくあんまり出なくて気持ち悪いから綿棒かなんかを突っ込んじゃったりしたのかな。やりました。あんまりだからそこでゴシゴシと、うん、あのその奥の方をさっきも言ったようにね、あのあんまりいじれないところっていうことがある。だからそこへ溜まってしまうと、例えば、あまりそういう形でゴシゴシとこっちから、綿棒みたいなね、ある程度強度のある棒で、つつこうとするとよろしくないので、まあこよ、ティッシュペーパーをこよりみたいにしてですね、こう、吸って吸ってあげるとかね。あとはもう自然に乾くのを待ってもらうっていうのが一番、まあ、水が入った程度であればね。だからそれがあまりにもそうちょっと耳の聞こえとしておかしいってことになれば、またちょっとね、耳鼻科に行った方がいいかもしれませんけども。耳鼻科やだ、先生に見てもらえないですかね。なんかこうね、あの見れるもんなら覗いてみたいです。